この原曲線っていうのが本当はどうなのか、今日変えましょう。学びをエンタメに。どうもパサラモノセンスモデです。さあ今回はちょっと厳しめにお話します。まあ、前提としてモチベーションを上げる動画にはなるんですけれども、今回現役曲線、現役生向けの話です。もちろん浪人生や高校2年生、いろんな方聞いてると思うんですけれども、前提としてですね、今回現実的な話をします。なんとなくふわっとモチベーションを上げるっていうよりは、この現役曲線っていうのが本当はどうなのか、それこそ伸びる人って逆にどういう特徴があるのか、僕の、まあ、正直独断と偏見もあるんですけれども、今までのいろんな高校生受験生を見てきた感想も踏まえてお話したいと思います。皆さんにお願いとしては、今回学びをエンタメに、エンジョイかけるためになるではなく、正直エンカレッジの方、励ますとかね、あとエンハンス、お互い高める、そういう意味で作ってます。お願いとしては、この動画をぜひ最後まで見ていただいて、しっかりコメントしてください。これからあと2ヶ月ちょい後、共通テストであったり3ヶ月ちょい後、二次試験ありますよね。でそうなった時に、今日変えましょう。皆さんの思っていることと僕の今回言うこと、多分ズレがあると思うので、しっかりと調整してる風にちゃんとやればまだ間に合います。ぜひね、最後まで聞いて、まずコメントでアウトプットしてみてください。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、まずこちら、現役曲線、よく聞く話ですけれども、これどういうね言われ方をしているかっていうと、現役生っていうのは今ここら辺はね、停滞期なんですよと。はい、止まるに滞ると、停滞期なんだけれども、ちゃんとね頑張ればいつか伸びるから、頑張ろう頑張ろうって言う人がいたり、あるいは自分でも思っていたりするんですけれども、信じちゃダメですよ。てか信じすぎちゃダメだと思います。正直僕もこうでした。ここを望んで、がむしゃらに闇雲にやっても正直見えないんですよ。受験近づけば近づくほどメンタルがやばい。いつか伸びる、いつか伸びる、結局なんか伸びたのかもよくわかんない形で終わりました。ほとんどね。だからこれはあくまでも成功事例の一つなんですけれども、逆にこのパターンの人って特徴、この3つの特徴を必ず満たしてます。現役生じゃこんなになんで伸びるのかっていうと、ちゃんとした理由があるんです。そこを必ずちょっと深掘りながら話しますので、聞いてみてください。まず現役生、まず伸びる要因としては、一つは科目性によります。特に浪人生と比較して対比して考えると、現役生っていうのはやっぱり理科社会、そして理系の方は数学ですよね。数3、こちらの演習量が足りてないんです。もっと言うとこれはまあ朗報にもなるんですけれども、こういうところとかこういうところっていうのは、例えば東京大学を受ける方、必ず得点源になります。特に数学なんて確率とか難しいです。確率で必ず満点って僕でもそんなにできないと思います。数3っていうのは計算が大変かもしれないけれども、立式をしっかりして計算をちゃんとすれば満点取れる問題があります。必ず1問出て、どこの大学もそうです。数3が多いって大変かもしれないけど、逆に差がつくんですよね。解法、発想、そして思考力が必要なもの、数学たくさんありますけれども、比較的数3の問題っていうのはある程度この解法のこう汎用性が少ないというか、数3っていうのは解法のパターンというか、そもそも少ないんですよね。多分立式まではできると思います。あとは解く、その解くっていう作業が大変なだけ、計算ミスを起こしてます。この数3だったり理科っていうのの演習量っていうのをちゃんと積むと、共通テスト二次試験に関してもちゃんと成績成果に比例します。そういう意味で一つ、この辺があるっていうのはまず覚えておいてください。逆に国語で現役生と浪人生めっちゃ差がついてるかってあんまないです。英語も正直苦手な人は差がつきますけれども、ある程度英語力があるよっていう人は浪人生も現役生もそんな変わらないと思います。だからやっぱりこの辺で差がつくっていうのは一つあります。じゃあ二つ目、三つ目、これよく聞く話だと思うんですけれども、この二つが非常に大事になってきます。まず二つ目ね、現役曲線ってありますけど、僕ねあんまり好きじゃなくて、現役曲線っていうよりは正直志望校に対する曲線だと思ってください。この2番っていうのは、ただなんとなく理科とか数3の力をつけましたっていうだけじゃなくて、志望校に合わせて対策っていうのがしっかりできてるからなんですね。注意してほしいのは、過去問解いたイコール志望校の対策ではないですよ。過去問をただ解く、これは正直あんま差はつかないです。一番大事なのは、過去問を解く中でその本質っていうのを抽出することなんです。その過去問がじゃあ解けた、その解法はこうで1対1で覚えるんじゃなくて、この問題って結局言わんとすること、こういうことですよね。計算力じゃなくてこういう力解いてますよね、この問題ってこの過去のこの問題と似てますよね、みたいなところまでどれだけ深掘ってるかってところなんです。でこれは正直難しいと思います。一つ覚えてほしいのは、本当にまず前提として過去問の量だけではないっていうのを覚えてください。
つまり過去問をバーって解いたら伸びるって思いがちなんですけど、意外とそうじゃないですからね。大事なのはしっかり解く解く解く、なんとなく量を解くんじゃなくて、1問から無数の学びを得る、1問からしっかりとこれってどういうことだろうっていうのを自分なりに解釈する、それが大事なんです。特にこれが大事なのが数学と英語です。例えば英語はもちろん各大学によっていろんなね分野がありますけど、じゃあ例えば東大だったら、結局あの東大って言わんとすることは1、2、3、4、5全部それぞれ問われてる能力って違います。違うっていうことはそれにまず気づくこともそうですし、違うっていうことは自分にとって得意不得意まずあるじゃないですか。それなのに順番とかも誰かが言ってたからこういう順番で解きますっていう人は NG ですからね。まず自分なりに解釈をして、自分は例えば速読はまあじゃあできる方だ、論理読解結構できるだって言ったら 1A とか 1B で もちろんいいと思います。5番の小説とかは正直あれは難しいと思います。なかなか慣れないと思います。しっかり安定するのはどの大問だろうっていうのも人それぞれ違います。そこに合わせてちゃんと戦略を立てるってことね。そして数学であれば、例えば東大の話また言いますけど、6問中やっぱり2問ぐらいは、比較的解きやすい問題っていうのは、特にやっぱここがある。例えば今年の第1問なんてもうほぼ積分の計算のようなね問題出ましたけれども、意外とその積分の中でも差がつくようなものが出ている。さあそうなった時にこれでめちゃめちゃ差がつく。ただ難しい確率っていうのはほとんどの人がやっぱ取りにくい、それあんま差がつかない。そう考えると、あ、自分はじゃあここが抜けてるってことはこういう対策をしようみたいな形でちゃんと戦略を練るわけ。これを誰かが言ってたからっていう感じにしちゃうと僕はこれ伸びないと思います。 Enjoy。 今の話が3番につながるんですけれども、こっから大事なのは自主的な改善サイクルを回すってこと。逆に浪人生の方もし見てたら聞いてほしいんですけれども、これ久保田に言ってました。予備校の人って結構1月ぐらいまで予備校の授業あるじゃないですか。共通テスト終わってから予備校の授業なくなるらしいんですよね。パッとした時に授業慣れしてる人って一気にあわあわするんですよ。あれ授業なくなった、まあ自分でやらなきゃ、けど今まで授業っていうものがあったからそれに言うたら甘えてねいた部分もあるかもしれないけれども、そこで一番差がつきます。じゃあこの現職生の1月2月みたいな話をしたいと思うんですけれども、1月2月はまさにここ。でもっと言うとここもそうですよ。だって考えてみて、学校ってさ、特に現役生ね、ほぼマークの対策じゃないですか。もうこの辺、国語の授業はいセンター試験やってとか、数学の授業はいマークやって、ずーっとそれなわけ。現役曲線これ伸びる人ね、伸びる人っていうのはこれができてる人です。でもっと言うとこれができてる人は大学の勉強とかもサクサク進みます。大学って当たり前ですけど塾とかいうかあんまないですからね。普通の例えば数学とか理科にしても自分で考えて改善サイクル回せるかってところなんです。いろんなね情報頼ってもいいと思います。パセラは11月の勉強法とか12月の勉強を出してますけれども、この年に合わせてこういうことしようとか、この時期はパックを解くんだみたいな形の情報を手に入れるって大事なんだけれども、例えばそれを解いた時にこことつながりますけれども、自分で分析して改善するっていうサイクル、これを回せるかです。 Enjoy。 特にこれからは何が大事かっていうと、分析してそして改善できる人、これが僕は伸びる人。もうこれは本当にこれできないと多分伸びないです。今ね聞いてはっと思った人いるかもしれない、けど大丈夫。11月12月っていろんな模試だったりとか、それこそ演習積みますよね。そこでまず自分なりに言葉にしてみてください。なんとなく点数出してなんとなく復習してじゃなくて、一つ一つの演習からいかに学ぶか、いかに学べるかっていうところがここです。それって一つ言うと僕は友達を頼ることだと。ずーっと一人でこもってこもってただやるっていうよりは、何がじゃあ間違えたところがあればシェアしてみてください。じゃあそこの時に自分なりにまず説明できるかっていうね、ポイント、一つ目言語化できる、二つ目が自分にはない視点っていうのを友達からもらうことができます。特に共通テスト、もしねちょっと自分より上のレベルが上の子がいたら、特に数学とかっていろんな解法あります。あ、こうやったら簡単に解けるのかっていうところもそうだし、国語もそう、英語もそうかもしれない。いろんな引き出しをまず持つってことね。持った上で自分なりにトライしてみる。友達とのアウトプットもそうだし、もっと言うと二次試験向けに言うと、やっぱりこの時期は模試の過去問だと思います。今まで解いてきた模試、模試の過去問が一番いいのは別解がついてることと平均点が載ってることです。つまりちゃんとデータを見て、あ、自分はここで取れたっていうのは、あ、周りと見るとこんだけだった、そういう評価も、つまり受験っていうのはここが勝負です。このあと2ヶ月3ヶ月が勝負。じゃあ特に大事なのはこの理科社会とかそういう話だけじゃなくて、ここ自分なりに分析改善するって、最初に言った通りこの動画聞いた時にコメント残してって言ったよね。何を残してほしいかっていうとここです。これから皆さんがまあ何かね共通テスト模試に向けていろいろやると思うんですけれども、ここの目標を書いてください。自分は特にこの科目でもいいし、こういう風にして分析改善っていうのは回していきたいと。パサラボのコメント欄で学び場になるので、いろんな人もね見れると思います。ぜひコメント欄を刺激にした上でどん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 トライしてみてください。そういうこの3つをまず押さえておくっていうのがこの必要条件だと思います。だからしっかりこの3つを押さえ、そして自分を信じてですね突き進んでみてください。そうしたら伸び感じると思います。
はい、ということで、今回ちょっと厳しめにね、お話しましたけどね、普段学校とかに言われない話かもしれないですけれども、正直本音でお話しました。皆さんのね、志望校を僕も全力でサポートしますので、ぜひこれからもね、最後までよろしくお願いいたします。それでは、よかったと思う方は高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。それではお疲れ様でした。バイバイ。